いやー皆さんこんにちは。今日は私の家からお届けをしております。いいでしょ、見てくださいね、立派な家でしょ。シンプルイズベストって感じでございますが、いやーしかし皆さん、最近のこの新型コロナウイルス感染、これにはね本当に気をつけなきゃいけないね。もうなんて言ったらいいんだろうな、こう感染はねこう他人事ではない、自分もねこう補菌しているという、補菌者だと思って生活するのが一番だと思いますね。ですからこう外に出た時にはマスクをして、そして何といっても3つの密を避ける、密閉密集密接、そしてソーシャルディスタンスって感じでございますかね。いやでもな、こんにちは、国勢調査に参りました。はいはい、の浜口です。どうも、国勢調査オカピアスにまたまた来た国勢調査の巻ご用だ、オカピアスんちだよ。怪しいものじゃないです、国勢調査に参りました。怪しくない。あ、はい、名乗れ。国勢調査に参りました、調査員の浜口です。あら浜口さん、はい、国勢調査、国勢調査って聞いたことあるけど、なんだっけ。国勢調査は総務省で5年に一度行われる国の最も大切な調査です。10月1日を調査期日として、日本の人口や世帯の実態を明らかにするために全国一斉に調査を行っています。そんなの調べてどうすんの。はい、国勢調査の結果は社会福祉や雇用の施策、防災対策など私たちの暮らしに役立つ様々な行政資料として利用されています。はあ、そうだそうだ、思い出した、5年前にもなんか俺回答したね。はい、回答した。あれだよね、私のこう生活にも関係があるこう大切な調査だったよね。そうなんです。しかしさ、今このご時世ね、新型コロナウイルスという こう厄介なこう流行り病があるじゃないね。これ調査なんてやれんのかい。はい、新型コロナウイルス感染症の発生や感染拡大を防止するため、我々調査員はできる限り直接皆さんと対面しない方法で調査をさせていただくことになっています。今回はこうして距離を空けたままでお話をさせてください。ここで調査方法についてご説明します。新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、調査員は世帯の皆さんとできる限り対面しない方法で調査を行います。調査書類と一緒に新型コロナウイルス感染防止に関するお知らせをお配りしますのでご覧ください。今回のようにインターホンのない世帯ではマスクを着用し、十分な距離を空けてお話しさせていただきます。インターホンのある世帯ではインターホン越しにお話をさせていただきます。また調査書類は郵便受けやドアポストへ入れるなどしてお配りします。ご理解とご協力をお願いします。国勢調査調査員は顔写真付きの調査員証、腕章、国勢調査と書かれた青いカバンの3点を必ず持参しています。でもさ、わざわざこんな調査しなくてもさ、役所だったら全部わかるんじゃないの。おっしゃる通り、住民基本台帳のデータからある程度は人口の様子を捉えることもできます。しかし例えば住居を移してもすぐに届け出がないとか、住民登録を残したまま一人住まいで大学や単身赴任に出ている場合など、届け出の状況というのは様々です。今どれだけ伊勢市に人が住んでいるのか、その実態を把握するためには国勢調査はとても重要な調査なんです。そうなの？でもさ、絶対回答しなきゃいけないのかい？なんだか面倒だよね。正しく効率的に行政を行うためには、日本に住む全ての人から漏れのない正確な回答が必要となります。ご理解いただきますようお願いいたします。なるほど、よし、分かった、そういうことなら協力させてもらいます。ありがとうございます。で、おいら何をどうすりゃいいのかい？この調査はインターネットで回答することができます。パソコンやスマートフォン、タブレットから24時間いつでも回答できるので便利ですよ。こちらの
調査書類収納封筒に同封されているインターネット回答利用ガイドをお読みいただき、令和2年10月7日水曜日までに回答いただきますようお願いします。インターネットか、はあ、空いた時間にいつでもね回答できるっていうのは便利だけどね。ちょっと待って、でもさ確か前はなんかこう紙に書いてた、書いて答えた気がするんだよね。紙に書くやつはあるのかい？はい、紙の調査票もございます。この調査票は郵送で提出することができます。今回の調査では新型コロナウイルス感染症の対策として回答はできる限りインターネットか郵送でお願いします。そうだね、じゃあインターネットで回答するか調査票をこう郵送だということだね。はい、まあ、それじゃあ私はね郵送させてもらおうかな。うん、ちなみにさ調査員さんさ、はい、インターネットはこう難しくってさらにこう家からポストまで遠いってお宅なんかはどうすればいいのかい？そういった方には私たち調査員に直接伝えていただくか、伊勢市役所情報政策課調査統計係へ連絡いただければ私たちが回収に伺います。ほう、お願いしたら何？回収に来てくれるってわけなんだ。はい、はあ、それなら安心だね。ところでさ、でもさほら個人情報っていうのはこう大丈夫なんだろうね？もちろん皆さんの大切な情報ですから、インターネット回答については国がさまざまなセキュリティ対策を行っています。紙の調査票につきましても郵送なら他の目には触れませんし、私たち調査員が回収した場合も法律で定められた守秘義務ございますので、記入していただいた内容が漏れることはありません。おお、そうやって言ってくれるとこう安心して回答できるよね。ほうほうほう、よし一応答えてみるよ。よろしくお願いします。もしわからないことがありましたらコールセンターにお問い合わせください。おほほほ、コールセンターに電話で聞けばいいのよね。あー、なるほど、わかった。それではよろしくお願いします。失礼します。どうも。今回の調査はインターネットで回答する方法、調査票を郵送により提出する方法、調査票を調査員に提出する方法のいずれかで回答していただくことができます。新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、できる限りインターネット回答か調査票の郵送で回答をお願いします。インターネット回答は9月中旬から調査員がお配りする調査書類収納封筒のインターネット回答利用ガイドにあるログイン ID とアクセスキーを使ってスマートフォンやパソコンからご回答いただきます。インターネットで回答されない世帯には紙の調査票に記入していただき、同封されている封筒で郵送していただきますようにお願いいたします。郵送が難しい場合は調査員か市役所にご連絡していただければ調査員が回収に伺いますので、提出いただきますようお願いします。それでは時間を10月に進めてみましょう。へえ、いやいやいや、いっぱいあるね。みんないっぱい働いてんだよな。え、なにこれ、なんだ、なになに、調査への回答はお済みですか？まだだよ。調査って何？あ、国勢調査。あそう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 、そろそろね回答しようとは思ってたんだよね。ね、こういうお知らせが来るのよ、結構億劫なの。何、10月7日までに回答お願いします。はあ、よし決めたぞ。ヤスは今日回答します。調査期日の令和2年10月1日以降、調査員が全てのお宅に調査への回答はお済みですかというお知らせを順次配布します。回答期間を過ぎても提出されていない場合は、提出をお願いする連絡メモを調査員が郵便受けやドアポストに入れさせていただきます。令和2年10月16日以降も提出されていない場合は、調査票の提出のお願いと調査票を収納した郵送提出用封筒を配布します。まだ回答いただけていない場合は郵送でご提出いただきますようお願いします。
ここで調査票の記載内容についてご案内いたします。まず世帯員の数、氏名、出生年月など世帯についてお尋ねします。次に現在の場所に住んでいる期間や5年前にどこに住んでいたかなど住んでいるところについてお尋ねします。続きまして裏面です。就業地、通学地、お勤め先、お仕事の内容など仕事のことについてお尋ねします。調査票の記入は見かけより簡単になっており、それほどお手間を取っていただくことはございません。国勢調査は日本の未来、地域のまちづくりのための大変重要な基礎資料になります。従いまして伊勢市にお住まいの方、世帯の情報を漏れなく正しく調査することが必要です。9月中旬から私たち調査員が訪問いたしますので、回答にご協力をよろしくお願いいたします。私のところにも5年ぶりに国勢調査が来ましたよ。この町、そしてこの国の未来のためにも、とっても重要な調査なんですね。だから日本に住んでいる人皆さんが調査に回答する必要があるんです。皆さんも必ず国勢調査に回答いたしましょう。ねえ、今この時代スマートフォンがあればちょちょいと空いた時間にいつでも回答できちゃいますしね。紙の調査用でも終わったら封筒に入れて、その辺のポストに郵送しちゃえばいいんですから。回答しないなんてダメですよ。それじゃあこの後もちょいと VTR がございますのでご覧くださいませ。今回はヤスの家からご紹介しました。それでは皆さん、さようなら。国勢調査の回答はインターネットか郵送でお願いします。国勢調査の回答はインターネットか郵送でお願いします。国勢調査の回答はインターネットか郵送でお願いね。国勢調査の回答はインターネットか郵送でお願いします。底辺だよ底辺だよ底辺だよ。国勢調査の回答はインターネットか郵送でお願いします。ご用だ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 。国勢調査はインターネットか郵送でお願いします。